どうもこんにちは。高橋新規院の高橋です。えー、本日はデスクでもできるマスク疲れの、えー、解消するツボを紹介していきたいと思います。えー、結構ね、もう長時間マスク毎日して、えー、首が凝ってきたり肩が凝ってきたりとか、またまた、えー、それがひどくて頭痛を最近感じるっていうような方も、えー、多くいらっしゃると思います。 はい、その解消するツボですねえー、っとごめんなさい寛 <laughs> 骨というツボを紹介していきますえっと頭にあるんですけどこの耳の裏ですねあじゃあその前にまず一回今の首の状態をチェックしてみましょう上下に動かして左右に曲げてでちょっと回してみたり、えー、硬さがあるか 痛みががああるるかかか突っ張った感じがあるかとかですね、はい、ちょっとそれぞれ今の覚えて覚えておいていただいてはいじゃあ実際にツボを押していきましょうで寛骨はこの耳の裏耳の裏を触ると硬い骨があると思うんですこう牙のようなというか上下にですね上下にこう走ってるこれ乳幼突起っていう 骨なんですけどこ,れ左右ありましてこの乳幼突起のえー、っとこうまあ牙みたいになってたでしょこっち前としたらこう骨がこういうふうにあるんですねでそれの後ろ側をこうに耳あ指をですね当てていただいてこう下がっていったところのその,この牙みたいなのが終わるところですね。 が、ここが肝骨になります。えっ、ー、と、牙みたいな骨を探して、その公園ですね。後ろ側の縁を指で押さえて、ゆっくりとこう、えー、下に下がっていくと。ちょっとこう前にですね。大神と前にこう、牙が生えているような感じですね。はい。で、 押し方なんですけど、まあ、親指そこ添えてもらって両方一気にやってもらっていいんですけど、まあ、ゆっくりと1234ぐらいで、えー、と押してじっくり押していきますでその時に、えー、と息も一緒に吐きながらなんで1234123、まあ、ぐらいでゆっくり戻って。 でもう一回、1、2、3、4と押しますで。その時に押す方向なんですけど、えー、少しこう、そうですね、口、口鼻の方を目指して、こう頭を、首と顎をこを突き抜ける感じって言ったらいいかな。まあ、前方にこういう風に圧力、ベクトルを持っていってください。 結構硬いと思うんで、あ思いっきり押してもらってもいいと思います。はい、では3回やりました。で、ちょっとこうまた首動かしてみてみてくだどうでしょうねさっきより、えー、動作がきやすかったり、突っ張りが結構減ったりしていると思いますね。そうですね。私はさっきほどこの後ろ側になんか突っ張りがあったんですけど、それが取れて、えー あと,、えー、とそのマスク疲れてで,ですね寛、まあ、骨を押していただくのもそうなんですけどちょっと耳にねずっとかかってるんで耳も凝ってますなので耳をですねこういう風につぶしたりこう引っ張ったりですね上に引っ張ったり横に引っ張ったり下に引っ張ったりで回してみたり。 この首のリンパの流れも良くなりますので、えー、と首こり肩こりにも効いてくると思います。はい、あと,、えー、とマスクですけどまあねそれぞれもマスクそれぞれというか全国民もマスクを手放せ手放せない日々が続いておりますが、えー、となるべくですね、えー、とその中でも日中 ちょっと人混み,みを避けてですねあの少し、えー、と人のいないところであのマスクを取ってですねあのどう深呼吸をしてください。というのも、えー、とマスクを長時間こうやってしてますとあのどうしても呼吸が浅くなるというかもう酸素をです、ね、取り入れる。 えー、効率が落ちるんででそれは当然ですよねこう布を1枚こうかぶしてるんで,でそうすると体が酸欠状態になりまして、えー、それが続くとけ倦怠感とか、まあ、だるさですねあと疲れやすさとかっていうのも出ますしあとそれが長く続くとちょっと脳みそにでもですねあの血流が足りなくなりますんで。 あのちょっとした、えー、と負の感情がですねイライラしたりとかモヤモヤしたりとかちょっとやる気がないとかそういったことにもつながってきますのでまあ是非そうですね1時間に1回ぐらいは、えー、と少し人混みを避けてあのマスクを取って、えー、と深呼吸をするっていう習慣も是非是非つけてください。はい 本日は、えっ、ー、と、マスク疲れ解消の肝骨という都合でした。で、この肝骨の名前の由来なんですけども、えっ、ー、と、聞いたこの乳腰突起ですね。乳腰突起のことを、えー、昔は肝骨と言っていたそうです。で、なんでその、まあ骨は分かりますけど、まあ完全の肝っていう字はなんでかっていうと、まあ、全うして整うこと。 という意味があったり、えっ、ー、と物事を完成して守備が完全に固められていることということです。まあなんかそう強固な守備っていう感じの意味で使われてたんでしょうね。で、まあ昔からね、あの脳を守るのが頭の骨だっていう、えー、風には知識はあったみたいで。 で、関骨がこの脳の外側にあるんでねで、この牙みたいな方乳幼突起ですねもすごい硬いじゃないですかでこれがその頭の、えー、と外側のん防衛、えー、に、えー、大事な場所要所だったというようなところから関骨という名前がついておりますはい、えー、そうですねこれから まあ、まだコロナさんが落ち着く気配はあまりなくてうんマスク生活もですね長くなってくるんでしょうですが、まあ、少しでもですねえー、っと緩和するケアする時間を持ってもらえれば、えー、疲れも蓄積されていきませんので、ねえー、どうぞ。 えー、肝骨を押したり耳を、えー、マッサージしたりして、えー、乗り切ってください、はい、どうもありがとうございましたどうぞお大事に